これは何ですかね、秒間サンデーってやつですかね。なんかちょっと気になったんで、まあ、なんか内容見たんですけど、そこまで信憑性があるというか、なんかあんまり分厚い内容ではない、結構薄めなんですけど、ちょっと見ていきますけど、嵐の活動中止中の松本潤、井上真央と6月28日結婚かと。6月28日って今月じゃないですか。これなったら電撃婚ですけどね。大野くんが芸能活動休止発表、合わせて嵐も活動休止しています。現在は個人で活動していますが、やはり気になるのはメンバーのプライベート。長年井上真央さんとの交際報道がある松本潤さんですが、嵐が活動休止中の間に結婚するのではないかと一部ネット上で話題になっていました。アイドルだけでなく俳優としての顔も持ち合わせて松本潤さん、井上真央さんと交際報道が流れたきっかけとしてドラマ花より団子で共演したことが挙げられます。先日ドラマ逃げるは恥じながら役に立つと共演し、ドラマ内で結婚した星野源さんと新垣結衣さんがリアルでも結婚することが発表され、人間恥婚がトレンド入りする事態になる。だからこれはね、まあ井上真央ちゃんと松潤も花より団子婚ってことになるんですね。そうなるとね、であとね、やっぱり恋つづこなんかもそうじゃないですか。なんかやっぱりそこのカップルっていうのはどうしてもね、そこからこう結びついちゃうもんですよね。花団婚ですね、花団婚か。これを受け花団婚を期待する声も多く、花団婚いつですか、花団婚実現したらやば、真央潤なら応援する、潤くん真央ちゃん私と結婚しました、ほぼ期待なとネットにコメントが寄せられていると。そこにネット上では予想合戦が繰り広げられている。ジャニーズアイドルの結婚報道というと何かと炎上しがちですが、松本潤さんと井上真央さんの交際報道にちょっとおおむね好意的な、まあ、意見が、まあ、そうね、長いですからね、ここは噂になってからね、やっぱりそろそろっていうのもあるんでしょうね。その中で一番言われているのが、2人が結婚するのは一体いつなのか気になるところですが、ファンがこの日に結婚してほしいという日が、だからしてほしいっていう時ってことなんですね、これはね、結婚予定というよりはね。それが6月28なんですって。だからこれファンがしてほしいっていうことなのね。真央潤結婚ツイッターで見てたら、今日、見てたら今日なくても、6月28日に期待とかあって、花壇 F 公開日に結婚したら最高にエモいですよねとか、なんかそういうツイッターね。映画花より団子ファイナルか、花壇 F さんが花より団子ファイナルね、それが2008年の6月28日に公開されたことを受け、6月28日に結婚したら最高にエモいなどではないなのではないかと、ファンからの期待が寄せられている。一体2人の結婚はいつになるのか、ファンがこれほどまでに結婚を望んでいるジャニーズアイドルは他にはいないのではないでしょうか。また井上真央さんの現代にも話題になって、まあそうね、まあ、多分そうね、そうね、ジャニーズアイドルではね、結婚望んでるのはそうですね、この松潤と井上真央さんだと思うんですが、まあ、それ以外にも結婚してほしいっていうジャニーズの人たちはいるんじゃないですかね。例えば誰だろう、まあ、もうジャニーズじゃなくなったかもしれないですけど、スマップだった中居くんとかね、あとそれこそ草薙くんが結婚したから、五郎ちゃんとか慎吾とか香取慎吾とか、そこら辺ですよね。だからそういうだんだんこれ年齢が上がってくるジャニーズに関してはやっぱりね、最初の頃は結婚してほしくないというのはあるけど、年齢がちょっと上がりすぎちゃうと、もうそろそろっていうのは出てくるんじゃないですかね。時は、まあそんな感じですかね。まああんまりこう薄かったですね。すいません。